どうもラオチンです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。今ですね、マサカドと戦ってるんですけども、無理ゲーじゃないですか。絶対勝てないんだけど。もう何度も何度も挑戦して難易度を下げたりとかしたんだけども、全く勝てる見込みがございません。とりあえずね、こんな感じっていうのをお見せしたいので戦ってみます。難易度はノーマルです。とにかく半端じゃないのよ。何が半端じゃないかっていうと、まあ、戦ってたらわかるんですけども、まあ、とりあえずね、能力値アップしてファイナルヌードで防御力と攻撃力をね下げるじゃないですか。で、攻撃を入れるじゃないですか。うん、全属性弱点なんですよ。全属性弱点なんだけども、ダメージが入らないのよ。全く入らない。OD のグングニルでも10とかなのよ、ダメージが。で、主人公だけは、ダメージを入れることができます。若干ね。うん。でも、とんでもない HP が高くって、これどうしたらいいの？もう何も入んないんですよ、ダメージが。で、ダメージ入れたとしても、回復すんのよ、毎回。毎回6000とか回復してくるの。で、ダメージをしっかり与えれる、手段として、反射。敵が属性攻撃を、1ターンに1回してくるかな。それを反射させて、1000ちょっとダメージを与えるっていうやつ。うん、でもそれでも、HP 軽く4000、6000回復するのよ、1ターンで。終わらない。これ終わらない。で、敵の技を封じようかと思ったんですよ。敵の技封じ、技封じも入らん。うん、まあ、たまにね1回入ったことはあったんですけども、3ターンだけなんですよ。全く入んないもん。グングニル10だもん。これどうすればいいんすか。戦い方が分かんない。眠らせたり、あれかな、毒を与えたりして、なんとかしなきゃいかんのかな。でも、入らないんだよね。入んないの。これ、どうしたらいいんですか。全く勝てる見込みがない。回復するし、もう攻撃力も半端じゃないのよ。これ、どうしよう。これ皆さんどうやって勝ってます？不思議でならない。ちょっと試しに、オーディーンをドーピングしてみました。力を999。これなら、ダメージ入るんじゃないですか。さすがにこれならいけるでしょう。まあ、だいぶずるい方法なんですけどね。行ってみましょう。これ、マサカドの登場の時に、義経が出てくるので、義経ならダメージ入るかなと思いきや入りませんでした。やっぱり主人公しか入らない。多分主人公の攻撃力が250ぐらいあるので、それだから入るのかなと思ったんですよね。なので、オーディーンを、フル強化。主人公ですら、300なのに、行くかな、当たるかな。おお、4000。いや、でも4000か。4000、1ターンで回復するぞ。あ、でもここで2段階上げとけばいけっかな。おー、とりあえず他のキャラクターは別に何にもできないので回復に努めましょうかね。ちょっと待って、一発じゃん。 OKOKOK。 この反射でダメージを、まあ、稼ぐ感じですよね。デバフが入ればいいんだけどね。で、あ、ちょっと待って、待てよ。
ルル入れて入るかな。まあまあまあちょっと試してみよう。5000。おーおお、いやでも全然減らない。ちょっと待ってよ。え、入らないの？入らんダメだ。うーん、入らんのかい。いやこれちょっと、いや無理じゃない、これはちょっと無理じゃないか。ダメです。難易度をセーフティーまで落としてきました。でもセーフティーでも全然勝てなかったからね。さすがにこれなら勝てるはず。うん、さすがにセーフティーだったら、あの主人公で3000ぐらいダメージ与えれたんですよ。うん、これぐらい与えれるのよ。なので999の力のルングニルだったら44000。あ、これは勝てるこれはさすがに勝てる。いやでもこれほんとさ、普通にノーマルでやると無理じゃないっすか。どうやって勝てる、不思議でならん。うん、これどうするんだろうね。まあまあまあ、まだ勝ってもないけどね。 HP 高すぎる普通に20万ぐらいあるんじゃない。 OK、 まあまあこれは勝てたけどさ。はい、ということで今日はまさかどでした。普通にやると全く勝てませんでした。セーフティーですら勝てなかったんだよね。これちょっと戦い方わかりませんけども、まあとりあえずノーマルで、力999の仲間が3体ぐらいいると勝てるんじゃないかな。うーん、いやこれ普通にはねほんと無理だと思います。戦い方が全くわかりません。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。